お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、学びの会というわけで、世界一位のプレイを見ていきたいなと思います。はい。というわけで、現在、世界一位グリコさんでございます。はい。この方をね、簡単に説明しますと、紹介させていただきますと、日本人です。そして、あと、ディガーが得意ですね。ディガーがもう世界トップレベルで上手い方。迫撃とか、ファルチェバルンか、プロフィニマル。とか、ウォールブレイカーとかよく使ってる印象がありますね。あとは8戦大会。はい、僕は決勝でも予選でも、はい、敗れた、超強い方ですね。というわけで、この方になんとリプレイをね、いただくことができましたっていうので、いろいろもらいました。計6本ぐらいか。7本ぐらいかな。はい、もらったんですけど、この中でもね、ちょっと、特にこれやべえなっていうのが、もうほぼ全部だったんですけど、その中でもさらにいいやつをね、こう4本かな。とりあえずクロスと、これね、ダンデライオン選手、海外の、プロで、メガナイトスケバレデッキ、これね、日本人の方もよく使ってると思うんですよね。なんで、この試合もね、見たい。メガナイトスケバレ使ってる人にも勉強になると思いますね。世界一うまいですね、メガナイトスケバレ。と、あとは、ゴレモンと、これ、ロフか？はい。で、このジャイセンもね、これもエグいんですよね。意外とこのウォールブレイクは僕もよく使ってたんですけど、っていうかこれもまだまだ使うんですけど、そんな感じですね。ジャイプリプリ意外ときついんですよ。意外とね。なんで、クロス、メガネットスケバレ、ゴレ、ジャイかな。はい、この4つを、とりあえず今日は紹介したいなと思います。全部紹介したいんですけどね。全部紹介しちゃうと、ちょっと長くなっちゃうんでね、僕も疲れちゃうって感じで。はい、とりあえず4戦、紹介したいかなと思います。で、このデッキでね、今世界一行ってるってことは、7-3か、僕今7000とかなんで、言っちゃえばね、7-3いけるってことなんで、グロチいけるってことなんで、言ったらその時点でもう負けてるんでね、はい、同じデッキ使ってるってことは、今僕はちょっとロイフグとかに使ってるんですけど、あげたいっすね、本当に。さあ、対クロスですね。このデッキ、僕もやっぱ使ってたんで、何がきついですかって聞いたんですよね。そしたら、きつい、そんな、何にきついって聞いたんじゃないな。何のデッキには絶対勝てないですかみたいな。このデッキはほぼ無理みたいなデッキありますかって聞いたんですけど。ないっすね、みたいな。正直そんなない、みたいな。正直ないっすね、みたいな感じのことを言ってたんですね。えぐくないっすか。勝てないデッキ、存在しないデッキ、いよいよ出ちゃいましたよ。クラロワにおいて。誰もが知りたいですよね。最強デッキ何ですか？もう結果これっぽいですね。なんですけど、きついのはって聞いた時に、クロスオーバーって言ってましたね、やっぱり。やっぱこう、スペルがない矢の飴だけっていうので、防衛クロスされるとなのか、攻めクロスされるとなのかわかんないですけど、クロスが意外ときついってやっぱ言ってましたね。テスラクロスと、このテスラトルネの遅延型クロスか。はい。がありますけど、やっぱクロスきついよなと思って。これとかも絶望ですもんね。で、これで、このクロスをどう壊すかっていう、この高回転のウォールブレイカーとかだと、1本、ワンパンができないんですよね。その代わり、クロス、だワンパンされることが全然あるんで、今の、この処理ですね。この処理、今見ました。ボムタワーで、ナイトアイスイズを処理して、からのウォールブレイカーですね。ウォールブレイカーやっぱ攻めで結構僕使いたいイメージあるんですけど、クロスを壊すのにウォールブレイカーと矢の飴でしのいだっていうのがちょっとでかいですね。あれはちょっと真似したいなと思いましたね。で、ここのコウモリを追加したことによって、アイスイズを割いてる、アイスイズを割いてるから多分コウモリ追加して、この防衛トルネを使わせたって感じだと思いますね。さあ、ディガーとウォールブレイカー投げる。この矢の飴は透け読みとかですかね。さあ、ここ、端前ナイトテスラクロスありますからね。しかももう4コスしかない。で、これをどう耐えるかなんですよね。ボムで一回、受ける。さあ、マジアチャでクロスを殴り、でもこれも読んでの早いクロスです。攻め取るね。内側取るねですね。さあ、けど、耐える。おられはしないんですよね。で、さあ、残り線。いや、この線遠いんですよね。さあ、ディガーボルビーカーして、攻めた瞬間に防衛、ボムタワーを置いたんですけど、それを読んでのナイトですね。相手は、
ここで多分決めようっていうのがあって、クロスナイトまで使ったことによって、最後ね、まあ、コスト足りないっていう、まあでも、学びがすぐありましたね。なんか、アイスウィズ使ってるから、攻めコウモリとか、ウォールブレイカーと矢の雨で処理みたいな。まあ、ああいうのとかもちょっとね、まあ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 、今まであんましなかったって、しなかったなーって思いつつ、はい。まあ、勝ててるのがえぐいですね。でも基本負けますからね、クロスは。さあ、というわけで、こちら、僕の偏見かもしれないんですけど、日本人の方はメガナイトスケバルめっちゃ使ってる印象があります。なんで、ぜひ、このダンデライオンさんのね、プレイを参考にしていただきたいですね。マジこれ、個人的には、相性が、言っちゃえば、ほぼ、てか負けたことないぐらいだと思うんですね。このマジアチオールベーカー使った時に、このメガナイトスケバリ。結構相性は本当に8-2ぐらいか。まあ、7-3とかなのかな。いや、でももうめっちゃいいと思うんですよね、本当に。もう9-1ぐらいで言ってもいい。で、相手ここまずね、はい、すごいとこ一つ目が、やっぱマジアチャがやっぱきついんですよね、このメガナイトスケバリって。なんで、僕らウォールブレイカーを使う側としては、やっぱマジアチャをしっかり延命して、延命してとか、マジアチャで刺していきたいんですけど、やっぱそこを防ぐようにも読みからですね。マジアチャ読みディガーで処理してましたね。さあ、で、まあお互い主軸となるのは、まあやっぱディガーかな。なんでディガーのダメージをどれだけ防げるかだと思いますね。さあ、ディガー飛ばす。まあそうですね。メガナイトスケバレに側にはギャングがあって、こっちはまあスケーで基本的に拾っていく感じですかね。で、まずここを一つすごいのが、ギャング流れた、同サイにメガナイ、スケバレじゃなくて、今ギャング流れてきた逆サイにスケバレ飛ばしたんですよね。相手が。なんで、まあこう削ろうとしてるのも一つに絞ってるかもしんないですね。なんか、メガナイトスケバレとかのデッキって、両サイに振るイメージがあるんですけど。めっちゃ片方バック攻めてますね。で、まあ、ウォールブレイカー側、グリコさん側もやっぱ片方もう集中的に狙ってますね。さあ、さっき真ん中に読みディガーが来たので、それを読んで、横にマジアチャを出していきます。さあ、で、スケバレーは基本的にボムタワーですね。さあ、で、毎回マジアチャにはインドラ徹底してますね。で、このスケバレをマジアチャで処理したいが、ちょっと行ってしまう、まあ、矢波からのスケか。で、このディガーがやっぱ痛いんですね。このディガーで、ディガーでしか削られてないんですけども、ディガーだけでやっぱお互い全部ダメージ入ってるんで、このディガーのダメージをどれだけ抑えられるかが結構大事になっていきますね。そう、このスケバレの落下ダメージも結構130ぐらい溜まったと思うんですね。なんで、130のダメージ痛いんで、それを抑える用のボムタワー。そして、毎回ディガーをスケで守ってた読み雪玉ですね。で、これも多分インドが早く出てくる。うわい！え？いや、これすごいめっちゃいってる。コウモリにディガーつなげて、インドラでディガーがやられるのを回避しつつの、やりゴブとかの小物で処理してくる読み嫌な雨で、これ今、両サイドにグリコさんがダメージ稼いでますね。からの両サイ攻め。で、ここはうまいですね。やりゴブと雪玉で、めっちゃいい感じに守りましたね。さあ、ここ、急にディガーが逆サイ来ましたね。いやー、苦しいですね。意外と苦しいですね。なんか、もっといけそうなイメージあるんですけど。まあ、それだけダンデライオンさんがうまいですね。これはマジで。さあ、マジアッチャー、オールブレイカー、セパー。はやりこぶで毎回防衛される。あ、ボムタンずれる。これダメージ入りますね。うぃ怖い。ディガーのダメージが入る。いや、マジアッチャーにやっぱこう毎回同サイドインドを出されて結構苦しい感じですね。しかも、マジアッチャー裂いた瞬間に逆サイドをスケバで徹底してますね。なんすけど、ここ残りタワー500で、ちょっと怖いんですけど、この盤面を見たときに、ちょっと、流れが来そうですね。マジアチがちょっと残ってるんで、おい、やる！相手がメガナイトのコストがない読み？メガナイトで対応してこない読みの、矢の雨がぶっ刺さり、気づけば170。
気づけばね、本当にそんなに入るっていうぐらい入ってますね。からのディガープラスの柳雨で確実に、いやちょっと怖いっすね。なんかここまで押されるんだっていうのはちょっと思いますけど、まあやっぱうまいですね、グリコさんも。やっぱディガーに毎回隙当ててダメージ抑えてたり、まあ、最後までこう攻めすぎてなかったっすね。ディガーウォールブレイカー動作にやったらメガナイトでやっぱ受けられますし、結構セパとかしてディガー削るだけでずっとなんかこうなんかね、ちまちました攻めがお互い続いていたかなと思いますね。すごい疲れそうですね。すごい客観的ですね。今日はやる側じゃないんで客観的な意見ですね。すごい疲れそう。はい、というわけでゴレですね。ここでこれ結構マジで僕の中ではこれが一番すごいというか、僕とは絶対違うプレイが一つあったんですよね。ちょっと伝えたい。まず、まあ僕もしゴレ使ったらディガーコウモリなんて無視しないんですけど、まあそれはどうでもいいとして、本当に。ここの防衛ですね。まあここ守れるかどうかもまずやばいんですけど、はい、まずボムタワーで受ける。で、マジアチェ出すじゃないですか。まあここまではまだ理解できますよね。さあ、バルキーで防ぐ。で、ここで、マジアチェがやられるじゃないですか。ここコウモリ出すじゃないですか、普通。ベビーメガゴに。これ、出さないんですよ。コウモリを今見ました。ベビーメガゴにコウモリすごい出したくなるんですけど、出さないんですよね。で、ダメージを許容して、確実にこの後の追加とかも、まあ余裕があると。あそこ、今んとこ僕だったらコウモリ100出すよなーと思ったんですよね。なんか。そう、なんか、なんでだろうっていうのをすごい思いましたね。まあ、一回こう出さないことによって、もし追加が来た時とかに、あ、さっき出したことによってコストがないだとか、まあそういった、こう、なんだろうね。もしものピンチをなくすっていう。確実に、まあちょっとダメージ受けるけど、まあタワー1個折れてるし、みたいな感じですよね。なんか、守りすぎてないのがね、ちょっとすごいなと思いますね、本当に。やっぱ1コス2コスって、出しちゃうじゃないですか。だって。1コス2コスの良さって、お手軽、お手頃なことじゃないですか。いや、出してる、もう、1コストだからってこう出せるじゃないですか、どんどん。いや、で、ここの強要もうまいんですね。で、ああいうダメージをスケで防いでいく。その1、2コスってなんかね、もう手軽に割いちゃうイメージがあるんですけど、割きすぎないっていうのもね、ちょっとすごい大事ですね。見てると。でここは延命して、さあ、ユニットを咲かせ、マスクですね。でも一回ディガーで攻めるか、一回ボムタワー置くか、置きますね。一回防衛のターンですね。で、ここもね、すごいの。これライトニング来るでしょっていう、ね、ライトニングで、ちょっと残すようなディガーっていうか、まあ、逆にここでもう2周目のマジアチが回ってるんですけど、なんかこう見ると、余裕だなーってなっちゃいますよね。でも、こんな余裕になんないですけどね、やってると。いやー、綺麗っすね。ここまでなんかこう、余裕がある勝ち方ができるとね、ちょっと、かっこいいですね、本当に。なんか勝ち方もなんか、よし、ギリギリ勝ったじゃないのかね、また。なんか、こうして、こうして、で、ちゃんとあそこをこうして、こう勝てたみたいなね。なんか、そういうのが、ちゃんとはっきりしてるっていうのを、まあ、僕とかだと特になんかそういうの感じますね。なんか、少しの違いなんですけど。まあ、とりあえず、オフルベルカ、セッパ。まあ、セッパ安定ですね。初手スパーンって。さあ、ジャイプリプリはね、これ、何がきついかって、プリプリの受けがそんなないんですよ。ザップでコウモリがワンパンされたりとか、サイクスケにこうザップとかもされるんで、受けがないんですね、意外と。ジャイでボムタワー処理されて、バルキリーがなんかプリンスとかでこう、ね、結構溶かされるんで、プリプリの受けが結構しんどいのと、陸が少ない分、ディガーのダメージ抑えられないですね。さっきの試合もなんですけど、こうディガーって結構削るんですよね。ここすごい。ここはバルキリーをジャイのあそこに使わずに、ディガーで抑えつつのウォールブレイカー。これですね。これね、僕今まであんましなかったなと思いましたね。
今の見ました。プリンスメガゴをウォールブレイカーで時間稼ぎしてみたいな、あれやね、学びですね。はい、とりあえず僕もこれで少し成長できましたね。ああいうことしないですから、ああいう防衛方法知らないんですよね僕らは。ほとんどのこと知らないと思うんですけど、なんかミニペックとか単体来た時にこうちょっと待ってやるとかがあったんですけど、あの状況でウォールブレイカーで後ろに持っていくっていうのはちょっとすごいですね。学びですね。さあもうこれですらしんどい。このまあプリンスにスキャー当てつつで、このディガーが痛いんですね。これがマジで。さあコウモリでメガゴする。でこれコウモリにザップ来るって多分分かってるんで、そのもうザップ打つだろっていうタイミングでウォールブレイカー飛ばしてますね。で2発ダメージ入り、いやーでも痛い。ディガー殴りすぎたら今ディガーだけで1000ぐらい持っていかれてますね。持ったかもしれないけど、さあ1回ね受けから、いやーこれですらしんどい。ボムでこれいいっすけどな、このディガーを、このディガーで守るのはね、ちょっとやんちゃだと思うんですよね、僕はね。僕はね、なんすけど、正解なのかな？これは暇してますね、今のやらめは多分。さすがに。まあ、ダクプリの縦剥がしみたいなのがありそうっすけどね、もしかしたら。と、削りか。削りと。さあ、ここは、相手、ちょっとジャイガーのプレイがちょっと変わりましたね。サイド変えてきましたね。防衛から受けからディガーダメージ防ぐような感じですね。さあ、ザップ来るタイミングでオールブレイカー飛ばす。いや、これですね。またしてますね。プリンスメガゴをウォールブレイカーで処理ですね。これ覚えないといけないですね、ちょっと。うわ、すげえな、これ。よく守れんな。これ、これやばくね？ウォールブレイカーでディガー受ける普通。見たこと、まあ、あんまないっすよね。ほぼ。さあ、まあ、けどなぜか守れてるのと、なぜかディガーでダメージ稼いでますね。なんかウォールブレイカーはなんか刺す用っていうよりかは結構なんか防衛でジャインに対してうまく使ってますね。でここはザップを裂いたっていうのは分かってて、もうハイボム裂いてるので結構決めにいってますね。いやすごいですね。ちゃんとデュダークもしてますね。こんな大変なことしつつ。いや、コウモリ一匹残ってるのでかい。からの、飛ばして、さあ、相手も、対応がうまいですが、コウモリ透けて耐えつつ、358で、怖いね、これ。拾われると。いやー、でもウォールブレイカーが。いや、いい。次のやらめで終わり。さあ、回して。回して、こう回しますね。めっちゃ回しますね。もうウォールブレイカーすぐタワー後ろ出しますね、グリコさん。いやーすごいなー。これね、神風っていうこのプレイヤーもね、ジャイめっちゃうまい有名なプレイヤーなんですよね。そうなんですよ。なんで、いやーこれはねーすごいっすね。なんでまあ1、2コスをかんやっぱ咲きすぎないっていうのと、ウォールブレイカーであのプリンスメガゴとか釣るっていうのはもう結構しきらなかったことなんで、まあ大きな学びですね。これでちょっと僕も受け取りましたね、気持ちね。やっぱこうリプレイ見た後ってこう上手くなった気分になるんでね、ちょっとグルイチいきますかって感じで、まあ今日こんな感じで終わろうかな。はい、なんかまたやっぱ世界一位のリプレイ機はちょっとね紹介したいですね。あの単純に僕自身が成長できるんで、僕自身が嬉しいっていう感じですね。はい、なんでまあ視聴者さんにもねちょっとためになればねいいかなと思いますね。皆さん一緒に上手くなりましょう。ではお疲れ様でした。バイバイ。概要欄にまだおりません、ね、概要欄にグリコさんのツイッターリンク貼っておくんで、ぜひね皆さんフォローお願いします。ではお疲れ様でした。